ちは。こんにちは。公園前ショールームでございます。なんか皆さんのアバターがちょっと見えないです。悪そう、ネット聞こえてますか皆さん。おーおーおー、あ、見えた見えた見えた、よかった。あくびが、え、なになになに、え、今何が起きました。なんかショールームのアプリ落ちたんですけど。なんか落ちたんやけど。あくびループ恥ずかしい。何が起きたんやろう。なんかね、急に自分のホーム画面に戻されました。え、これ見えてますか。始まってます。今大丈夫ですよね。よかった。お騒がせしました。きっと今はいけてると思われます。いろいろいっぱいなんですよ、企業。人が多くて、はい、気を取り直して。あ、嬉しい。アーノのダンスの TikTok 好きでよく見るよって。嬉しい、ありがとうございます。見てくださってる。そう、今頑張ってるから TikTok 踊るの好きで、踊るの好きだから趣味で載せてるっていうのもあるけど、見てほしい、頑張ってるので。ね、ちょっとメンバーの声が怖い。変なこと言わないかな。最近のアーノはですね、昨日、まあ、あの公式のアカウントもう見てくださってた方は分かると思うんですけど、舞台の稽古に行ってきました。ほぼほぼ
だ、最近は舞台稽古が多くてずっとやってます語彙力ないわ。舞台稽古、昨日は荒通しだった。荒通ししたんです。なかなか、お、あの加入前ダンス経験なかったよね。実はあるんです。5年間もあるんですじゃないとこんな上手くないでしょ。そう、昨日舞台稽古行ってきて荒通しして、なんかやっぱりなんだろう、毎稽古毎稽古するたび、なんて言うんだろうな、課題がたくさん見つかって、課題がたくさん見つかってね、なかなかそれをなんて言うの、しっかりするのが難しくて、語彙力なちょっと苦戦しておりますが、楽しく稽古してます。そう、ちょうど今日で17日17、18、19だから1ヶ月前なんですよ。今日、今日が本当に舞台の初日の1ヶ月前なんですよ。だからここからまた気合い入れて頑張らないとなっていう思いでおりますこんなになんか稽古をたくさんやってることがなかなかないから変な感じするんですけど、でも楽しいですね。なんかいつもアイドルとは違う壁にぶつかって頑張っております。17日から19日、11月の17日から19日まで5公演やっておりまして、ダブルキャストでやってるんですけど、アーノンは、私は5公演全部出演させていただくので、今初日と千秋楽は完売、ありがたいことに完売ということなので、2日目の土曜日か、ちょっと把握できてないので申し訳ないんですけど2個完売してたので、またあの公式の方を見ていただいたら分かると思いますが、ぜひ1回だけでも見ていただけたら嬉しいです。私も皆さんに見てもらえるように、見ていただいた方に良かったよって言ってもらえるように、心の底からね頑張りたいと思います。また DVD 出してほしいな。あのね、今のところ配信と DVD がないので、本当に劇場に来た方限定、何も聞こえへんくなる、何も聞こえへん、周りがすごいよ。まあ何言うか忘れたけど、見に来ていただけたら嬉しいです。あ、そう、今のところ配信がないので、多分劇場に来た方限定になるので、見に来てくださらないと、この病的戦団という作品はしばらくは見れないんじゃないかなと思うので、皆さんお待ちしてます。真夏の夜の夢を見に来てくださった方はきっと私以外にも知ってるキャストさんいると思うので、なんか他の役者さん目当てでも、あの目当てでも見に来てくださったらきっと面白い作品になると思うので、
お待ちしてます。お腹が空いた。今日はゆえみさんの生誕祭ということで頑張って盛り上げるぞ。個人的にすごく久しぶりのポジションで、実はなのですごい緊張してるんですけど頑張りたいと思います。昨日稽古前に練習したからきっといけると思うんですけど、不安なことには変わりないので頑張ります。今日いけないの悔しいって。そうなんですね。またあと数回うちライブ残ってるので当たればお待ちしてます。見に来てください。頑張ります。ありがとう。今日の髪型は実はねもう決まっておりまして、前回ゆみさんに決めていただいたのでその髪型にします。あ、22日も発表されてるんだ。はい、出ませんそう、出ないんですよ実は。そう、多分舞台の稽古かなと思いますが、私は違うところで頑張ってまいりますので、うちライブ皆さん見に来る方はしっかりとしかと目に焼き付けて来てください。今日も皆さん楽しんで、来てくださる方は楽しんでね、帰りはルンルンしながらお帰りいただければなと思います。千秋楽は出れるの、さすがに出ないとね多分出ます。多分っていうか絶対出ると思うから安心してください。最近今日なんか朝起きてからあくびを本当に5回ぐらいしちゃって、電車の中で最近ほら今も最近あくびが多くて、なんか5回ぐらい本当にしちゃう。あ、おはようございます。今日も楽屋が賑やかです。なんかこういうのを傍から聞いてるとなんか第三者になっちゃうけど、人事みたいになっちゃうけど、こういうのを聞いてたり自分がみんなと混じって話してたりすると、あー佐渡のチームへの離れたくないなーっていうのはすごい思います。新しいね平山チーム N もすっごい楽しみでワクワクするけど、にぎやかだ。やっぱりサダのチーム N 思い入れあるなっていうのはありますね。
楽しかった。やっぱりさ、2年くらいさ、ずっと同じこうメンバーでやってると、離れたくなくなるのはありますよね。すごい、ちょっとなんかダメなことが聞こえないようにね、危ないですねこれ。ちょっと危ないからもう、あなのでランキングをもうやりたいと思います。本当にごめんなさい。13位パンちゃんさん、ありがとうございます。12位富士さん、ありがとうございます。11位宝野さん、ありがとうございます。10位まやさん、ありがとうございます。9位かたやんさん、ありがとうございます。8位ソルさん、ありがとうございます。7位いつきさん、ありがとうございます。お、6位泉さん、推しさん3位ありがとうございます。5位かほさん、ありがとうございます。4位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。3位おちゃまさん、ありがとうございます。2位がなぐのさん、ありがとうございます。1位がよしけんさん、ありがとうございます。はい、ちょっと楽屋が騒がしくなってきて、もう聞こえたらダメなことがすごい、聞こえたらダメなことがたくさん聞こえてきそうで怖いので、ちょっとこの辺で切らせていただきます。すいません皆さん急にでは皆さん見に来てくださってありがとうございました。このあと18時半から、今日は18時半からですからね、18時半からの公演見てください。お待ちしてます。バイバーイ。